とりあえず、フォア何までのちょっと早いか。タクミキが11時7分に滝に着くんで、滝から特急に乗り換えるっていう点もありか。ああ、それでいいな。それで行ってみようかな。1時7分かな。あ、別に切符持っていいよ。はい。あ、そうや。ノズルはこっちでいいかな。お手洗い、お手洗い。次のお手洗い借りとこ。さあ、トイレしとったらいい時間になりましたけどね。私、いいこと思いつきました。めっちゃいいこと思いついたんで、この、もう47分に来るね。滝行きの普通列車にね、乗って、とりあえずね、滝に行こうと思いますわ。そうだ、この手があったわ。そうだ、滝まで行ったらね、一つね、もっとお得なやり方があったわ。ということでね、まあ、ね、何機で行こうかなと思ってましたけど、ちょっと、方針変えましょう。まもなく、1番線に列車が参ります。危険ですから、黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。まもなく列車が参ります。ご注意ください。よいしょ。これが最初に乗ってこかなって言うとったやつやけど、よっこいしょ。こんな感じなんや。で、これだ。これですね、10時18分の名古屋駅が来るんですけど、ちょっと待ったらね、34分発で快速に来るんですよね。別にそれでいいやと。だったらね、特急料金なしで、停車駅も快速に行くね。なんかそこはね、たまに止まるのありますけど、今度は止まらんし、他よ、大事に食わなくもう、本当にほぼほぼ一緒というか、一緒なんですよね。まあ、だったらね、まあ、1500円ぐらい浮きますからね、いいじゃないかというわけでございますね。すごいですね。ちょうど三宮線の方に乗ってく人とかも多いし、今乗ってきたやつはもうそのままそこでしばらく待機みたいですね。一枚こんな感じなんや。町民バスはこんな感じで走っとるね。駅がどの辺りか。
外直やろ。こっちか。ここやから。滝町じゃないですか。こっちにドーンと来そうですもんね。ここ、今日はここはここやもんな。ここはね、前、松坂にね、出店があって、卵かけご飯の店があったんですけどね、松坂のマンモ自体がなくなっちゃいましたからね。そう、ここで行くとね、ここはここでね、結構、美味しい鶏肉料理がいただけるところですから、いいとこなんですけどね、ちょっとここからだと距離あるんですけど、ちょっとどころじゃないね、車だったらね、そんな気にならん距離ではありますけど、あとはな、ここに、ね、ちなみにこの辺りもね、松阪牛が着いた、そうですよね、北海道の方にも出れるんやな。で、38分やから、20分ぐらい時間があるのか。20分ぐらい時間があるから、ちょっと駅前ブラッと行ってみましょうか。よいしょ。飲み物は買ってあるし、食べ物も買ってあるからな。あ、でもそっか。食べ物も食べたいし、このスーパーの袋にきれいに弁当を入れる人間になりたいですよね。もっとスーパーの店員になると思う。昔から下なんですよね。なんかバランス取れないですよね。うまいこときれいに入れる人いるじゃないですか。あれ羨ましいなと思いながらね。今こんな感じなんや。前があって、引っ越す時にも住宅地があってって感じかな。うん。来たの？あれは伊勢志摩方面に行く。ああ、伊勢志摩じゃない。鳥羽方面に行くかな。伊勢志摩行きがその辺りかもしれませんね。よし。行ってみたんですよね。あ、でも飯食いたいし、あれか、うん、どこ飯食うのにいい公園とかないかな。大京石油が使ってるんちゃうのっていう感じですよね。すげえ、やっぱ元気な。さすがに元気では動いてないだろうな。あ、いや、廃屋ってなってるから元気なのか。え？容器に179ってことは更新されてるもんな。おー、すげえ。ニューヨークシンクなんですね。やったらお伊勢参りのお客さんで混んでるかな、快速に。指定席取っといてもいいかもしれませんね。ちょっと座りやんとね、ご飯食べやんの辛いですからね。おお、ツバメいっぱい。この先はこれで終わりかな。
通りの方から入っていこうかな。